ウチハサスケ、お前に話したいことがある。風影、遠遁をここまでガードされるとは、絶対防御は健在だな、砂漠のガーラ。お前の目は昔のままだな。かつて俺もお前と同じように復讐を生きる糧として生きてきた身だ。だがそれでは何も解決しないことを俺は実感してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取り憑かれるな。帰って来られなくなるぞ。俺が帰ったとしてそっちには何がある。俺がやる。カトン、放線化の術、連弾スマッシュグル、砂漠キュー。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。昔も、そして今も。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。砂漠早々、お俺はカトン、豪華球の術。所詮お前の憎しみは俺のそれに及ばない。俺の怒りは、俺の絶望は、お前以上だ。今のお前の目は闇しか捉えていない。憎しみに駆られ、世界を恨み、何者も信じられず、差し伸べられた手すら拒否をする。お前は俺と同じだ。アマテラス、深い深い闇の底にいたあの頃の俺と。闇をただ一人、目的はなく、ただそこにあるものに憎しみをぶつける。味方などいない。あるのは孤独だけ。それが俺だった。過去、木の葉で行われた中忍試験の時も同じだ。俺の前に立つ者は、全てを敵として捉えていた。だが、かつてのウチハサスケにだけは、俺と同じ何かを感じた。奴からは、俺と同じ匂いがした。試験の本戦、俺はサスケとぶつかることになった。自身に近しい存在との戦い。俺の心は喜びに震え、興奮にうずく体を抑えられずにいた。来い。さあ、俺に生を感じさせろ。戦闘開始。
どうした？俺のうずきはまだ収まっていないぞ。サスケとの攻防が進むにつれ、心は限りなく高揚した。高揚とともに精神は高鳴り、内に秘める主覚の存在が大きくなっていった。破壊の衝動に駆られ、自分が自分でなくなってきていた。そんな俺の前に現れたのが、あの渦巻きナルト。俺と同じものを持ちながら、俺と異なる道を歩み、憎しみに囚われていた俺と正反対に立つ男だった。負けねえ。面白いぞ、渦巻きナルト。戦闘開始。なんだこいつは、どうしてここまで挑んでくる。